裏世界の僕のこと、この前教官に聞きました。風紀委員だったみたいです。なんだか不思議な気分ですね。僕が今こうしているのは教官が鍛えてくれたおかげですけど、教官がいなかったらそういう風になってたんだって。きっと第七次侵攻でひどい目にあって、でも正しい訓練方法を知らなくて、どうしていいかわからないままだと思います。もし裏世界の僕に会うことがあったら、こっちに来いって言いたいですね。今度は僕が僕を鍛えてやります。少なくとも今の僕の強さまで引き上げてみせます。それで何が変わるかは分かりませんけど、やらないと変わらないですし、もし変わったらそれはすごいことだと思いますから。え？いえ、他の人のことは知りません。教官と僕のことだけです。気になりますけど、いたずらに聞いていいものじゃないですからね。あー、違うんですよ。先輩には僕から話したんで、なんかちょっと聞いてほしいって思ったんです。迷惑でした？すみません、ありがとうございます。あ、そうですね、訓練を再開しましょう。だー、はあ、今のが僕が使える中で一番威力のある魔法です。精鋭部隊のおかげで僕に相性のいい命令式もたくさん分かりましたけど、こうやって使ってみるとまだまだ強いとは言えません。教官には比較対象が強すぎるって言われちゃいましたけど、でもこうやって少しずつ少しずつ強くなっていけば、コズミックシューターにはなれなくても立派に戦えるようになります。学園を卒業するまでまだ何年もありますからね。ヒーローは僕の夢ですけど、今は考えないようにしてます。フロンティアアカデミーへの転校もするつもりはないです。今はその方が強くなれると思って。寂しいからとかじゃないです。確かに向こうに行った方がいいって可能性もあるんです。でも僕がここまで強くなれたのはみんなのおかげっていう確信があります。だからもっともっと強くなれる、そう信じてるんです。もしもっと成長して、それで考えが変わったらもちろん転校しますよ。でも今はまだここで勉強したいんです。